細江町役場細江町は、かつて、静岡県稲佐郡にあった町。町名は、奥浜名古の別名である、稲佐細江に由来する。かつての東都海国西部に位置し、静岡県を三分割する際には、静岡県西部に区分される。2005年7月1日、周辺11市町村と共に、浜松市へ編入され、自治体としての細江町は廃止された。 合併前の細江町の区域をもって、地方自治法第202条の4に基づく細江地域自治区が設置された。2007年4月1日に浜松市が政令指定都市へ移行したのに伴い、浜松市北区の一部となった。2012年3月31日には、細江地域自治区が廃止された。2005年の浜松市への編入後、旧細江町役場は、 浜松市細江総合事務所となった。2007年の政令指定都市移行に伴い、細江総合事務所は浜松市北区役所となった。静岡県立騎馬高等学校、静岡県立騎馬高等学校2015年3月31日閉校静岡県立浜松湖北高等学校、天竜浜名湖鉄道天竜浜名湖仙駅外九1987年3月までの名称は、 日本国有鉄道二股線。木賀港校前駅は第三セクター化して、天竜浜名古鉄道が開業する際に新設された、縁鉄浜松駅と木賀駅を結んでいた路線。1964年10月に廃止された。ありがとうございます。